げとかビジネスとか効率とかそういうことをこれから考えなくちゃいけないんだ。そうでしょ、だって学校なんかじゃ責任感とか団体行動だとかありもしない意味もない将来のためとか言って教えてくるじゃん。あるべき人間の姿へ、正しい人間の姿へ、そう思えばなんだか人間全てが汚く思えてくるな。仮想世界とか妄想だとかそういうものこそ美しくなる。あーなんだこの感情は人間らしくない私ら。信じる。